からのお知らせです。高速道路での落下物は後続車に大変危険です。大きな事故につながりますので、運行前に必ず通路のチェックをお願いします。垂直シートベルト、着用、バイクとは接触事故注意、停止車両への追突注意、どうぞ安全運転でお願いします。ハイウェイラジオ、外観フラネ